VHTS プレゼンス BJJ ウェブ、はい、始まるキアです。はい、はい、森武洋です。はい、リーモンさん、リーモンさん、はい、音声のみの出演ということで、はい、よろしくお願いします。はい、初の自宅収録 BJJ ウェブどうでしょうか。はい、皆さんちょっと音声も大丈夫ですか。リーモンさんをね、ちょっとワイプで入れたいと思います。音声だけ、はい、一応そこでパチッと、はい、あとで撮って送ってください。まあまあそれでもいいですけど、せっかく VHTS のパーカー着てくれてるので、そこの写真を撮って、はい、部屋着を着て送ってください。はい、ということで一発目、はい、緊急事態宣言5月31日まで延長という感じで、まだまだ終わらないコロナショック、どうでしょうか。リーモさんどうですか。いや、僕もほんと全然出てないっすね。あ、本当ですか。俺もね、4月の25日以来出てないです。だから10日以上もずっと、自主的に外出自粛を続けてまして、うん、コンビニとスーパー行くぐらいですよね。だから結局そうなるよね。そうですね、うん、俺もね、街並みとか見ても閉まってる店多いんで、うん、そう、ちょっとね、あのケチャップ買いたいなと思って、ずっと思ってんだけど、なかなかケチャップのためだけに外出るのもあれだし、で、まだ食材はあるから、どんだけ出れなくても大丈夫かなチャレンジを自主的にやってるから今。今ちょうど、で、4月25日だから11日 ?12 日 ?12 日目ってことなのかな。だからまあ、結構まあまあ、順調かなっていう気はします。すごいですよね。あの、T シャツの撮影以外出てないんでしょ。あ、そうそう、T シャツ撮影、あ、ゴミ出し。ゴミ出し行ってます。今も玄関にね、ゴミが溜まってんだけどね。まあ、そのゴミの写真もちょっとワイプで入れときますね。必要っすね。そう、だからここで、あの、いっぱいになって、ちょっともう、目障りだなってなったら、外に、あの、出しに行くんだけど。なるほど。だ、それも、3日4日に1回でしょ、うん、で、しかもだってシャワーすら2日に1遍ですから今。毎日入る？え？毎日入る？いや、場合によりきりっすね。なんかめんどくさい時には入んないです。まあ大体毎日入ってますけど、うん、めんどくさいと、いいやってなっちゃいますよね。で、もう1日の時間の、あれがないんだよね。何時にどこどことかそういうのがないから、基本ずっとつながってるじゃん。で今日の夜の12時更新のブラジルブログの原稿も予約で入れてあるから、寝て起きた時にはもう上がってる状態になってるわけじゃん。だからもう本当もうずっとつながってんだよね、一日が。曜日感覚とかもないっすね。そうだって俺ゴールデンウィーク昨日で終わりだと思って今日までだったもん。だって古畑今日もやるのかみたいなっつって、もうずーっと古畑見てるもん、朝っぱらから。初日なんて、だって10時開始の20時終わりだぜ。10時間ずっと見てたもん。すごいな。まあまあテレビで流しながら、いろんなことやってはいるんだけど。だからまあけど、で、それで部屋掃除だなんだかんだやったりして、まあ、ほんとまあ外を出なくてもやることはあるから、もちろん原稿書きだなんだかんだとか、リモさんも仕事はある？仕事ありますね、一応。まあでも、連休中にやんなきゃいけない仕事あったんですけど、そんなに、まあ、量多くはなかったんで、うんうんうん、まあ、ぼちぼちっていう感じで、やってましたよ、なんか。で、そんな中、ね、緊急事態宣言延長。うん。だから本当はだって、ゴールデンウィーク明けには、もう道場再開できるんじゃねえかみたいになってたのに、それがダメになっちゃったわけでしょ。で、要は5月いっぱいだから、確かミューズ終わあのダメな4月1日からだったかな。4月、あれ3月からだっけ、ミューズ緊急事態宣言。そうだ、違うわ。3月の頭にあのグアムから帰ってきてすぐ指導をやって、で何回かだリニューアルオープンだなんつってやって、3月の半ばから3月いっぱいダメにしますってなって、でそれからもうずっとだよ多分。
もう、もう丸2ヶ月じゃない？そうですね、そういえばね、なんか3月の半ばぐらいだったよ、ね。そう。3月1日からリニューアルだなんつって、じゃあ頑張りましょうなんつって、帯昇格とかもやって張り切ってたのに、ここに来て、まあ、そっからもう2週間で、まあ、ダメになっちゃって、で、あ、違うわ。3月の頭からやって、すぐダメ、あ、それで2週間やって、それからすぐダメになって、だから今5月の半ばだから、もうほんと丸2ヶ月じゃないかな。そうっすね。もうどこもそんな感じだよね。まあ大体でもあれじゃないですか。緊急事態宣言が出てから、休館したとこ多いんじゃないですか。もともとやってたとこもあると思いますけど。そうだね。そう、緊急事態宣言まで行っちゃったら、まあさすがに。やるね、そうそうそう。けどまあやってるところもあるみたいだけどね。あ、そうなんですか。そうそう、ちょこちょこやってるところもあるし、まああとは、まあ、こっそり練習してるっていうのもちょこちょこ聞いてるし。プライベートレッスンとかやってるんですかね。あ、まあやってるところもあるみたいね。で、あと本当もう SNS 出さないでみたいな感じで、本当身内で集まってみたいな。だからまあ、ほんと密教みたいな感じになってるよね。で、やったらやったで、なんで休まねえんだみたいなことでギャンギャン吠えられるし。まあまあ、コロナ警察いますからね。で、そうなるでしょ？だからほんと、そういう状況だよね。で、結構まあ、それがだ5月いっぱい、まあ5月いっぱい、さすがに6月1日からはね、やってくれると思うんだけど、どうなんでしょうかっていうところもちょっと思いつつ、うん、かな、1ヶ月半か、うん、3月の中旬ぐらいからもう行ってないんで、もう2ヶ月近くですね、うんうん、やってないんであれなんですけど、あれですわ、僕4月19日に柔術始めたんですけど、うん、いつの間にか20年目突入してました。おめでとうございます。はい、20年目。でもやってないからまあ突入してないですよね。あ、いやけどまあ期間だけはって感じでしょ。期間っていう意味では20年目突入ですわ。まあそんなことだろう、去年なんてほとんど数えるほどしか練習なんかしてないんだから。だから、けど、だからそれで思ったのは、あの、この間もちょっとツイートしたんだけど、俺今年2段なんだよ。あ、はい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 。で、2段っていうことは、IBJJF のルール講習受けなくちゃいけないのと、救急救命取らなきゃいけないわけじゃん。そうですね。で、だからルール講習受けられないから、多分もう、ないでしょ、今年。アメリカはまずないでしょ。けどな、韓国はもう道場とかも再開し始めてるから、もしかしたらソウルインターナショナルがあるのかもしれない。ああ、なるほど。したら韓国でルール講習あったりしたら、そこまで行って、こうルール講習受けて、申請みたいな感じになるのかなってちょっと思ってはいるけどね。まさかこんな状況になると思わなかったから。確かに。けどあれ受けてから1年間有効なんだよね、ルール講習ね。だから去年のうちに受けておいて、今年になったタイミングで出せばよかったんだよね。アジアの時受けなかったんですか。いや、受けない受けない。日本じゃ受けないもん。だって、日本だと、ポルトガル語でやって、日本語で翻訳するじゃん。うん。けど、海外で受ければ、英語だけでやるから、4時間なら4時間できっちり終わるもん。なるほど。長いじゃん。まあ、確かに。だって、あんなのだと俺なんてルールのことを理解しようなんて思ってねえから、ただいるだけで、あれ、証書が欲しいだけじゃん。だからもう、だって、で、アメリカなんて、もう、携帯実況が隣でやってて、キャッキャしてようが何にも言われねえから、いるだけでいいみたいな。金払っていれば、あれ少々もらえるみたいな感じだから、もうそれを覚えちゃったら、もう海外で受けるよね。マジっすか。だから毎年、ムンジアルの時に受けるのよ。はいはいはい。いや、パンダムだったり、ヨーロピアンだったりって、俺一人しかいないから、ダメだけど、パンダムの時には、あの、支店長成田がいるから、じゃあ俺がいない間成田くん頼むねっつって、で、でいつも青帯の時だから、青帯なんて出てるやつ少ないじゃん。まあそうっすね。じゃあちょっと行ってくるっつって行って、4時間受けて、でもらってきたっつって、で帰国してから救急救命取って申請みたいな。だそのそれでやろうと思ったら今年全然ダメになっちゃったから。まあそうっすね。そう、まあ結果論だけど、まあヨーロッパ行っとけばっていうところはあったんだよね。まあけどまあ、まあそこまで2段に固執する必要もねえのかなっていう気もするし。あ、もう無理じゃ中止って結構決定したんですか。いや延期だけど、いや今日のブラジルブログで、あの LA 通信を更新したんだけど、そこで要は
人を集めてやるものはステージ4なんだって。で、そうなってくると、ステージ4っていうのはもう全然、コロナウイルスのワクチンができてからみたいな。だからもう当分、ないんじゃないかっていう話。で、要はその、ライブだったり、プロレスだったりっていうような UFC とかっていうのはフロリダでやったりしてるけど、あれって普通のショービジネスじゃん。けど、大会っていうのは要は参加してどうこうっていうのはもう全然その先なわけじゃん。だからもう年、で、ロサンゼルスのその津村くん曰く、まあ、年内は、ないんじゃないかって話。そうそう、だからフロリダが結構なんか緩いみたいになってっから、フロリダでやってもいいのかなーっていうのはちょっと思うけど、だって昔パンダムとかフロリダでやってたからね。あれとかどうなんですか、ラスベガスってネバタでしたね。あ、ラスベガス全然ダメでしょ。ダメなんですか。全然ダメでしょ。あそこも全然。あんま人いなさそうなイメージなんですけど。そう、だからコンベンションセンター、うん、もう、とかってあれ、ムンジャリとかって大学の、あの体育館じゃん。UCI、ユニバーシティオブカリフォルニアアーバイン UCI でしょ。で、UCL か、ユニバーシティオブカリフォルニアロングビーチ校みたいな。ピラミッドはロングビーチ、パンダムはアーバインみたいな。で、体育館のあれでやってるんだけど、で、あれだけは、ワールドプロだけは、ワールドプロじゃねえや、ワールドマスターはロサンゼルスのコンベンションセンターじゃん。あれって要は商業施設だから、あそこは使えるみたいな感じにもなってたけど、けどこの感じは無理でしょう。なるほど。じゃ、それこそもうアメリカのコロナ警察がギャンギャン言うでしょ、そんな。だってそれこそ、だって練習もできてない状態だし。アメリカのコロナ警察やっぱいるんですかね。なんか向こうはどっちかっていうイメージで、なんか経済優先しろっていう、なんかこうね、イメージありますけど。そう、ブラジルはだってその経済優先にして、なんかもう5000人死んでるとかなってるんでしょ。もう知らないみたいなこと言ってました。そう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 。中小が。なんかそれも強えなと思うけどね。まあそうですね。だからそうなってくると本当もう一切だから練習だから、まあ順調にいけば6月1日から再開できるわけじゃん、練習はね。緊急事態宣言が明けて。けどその先、みんなが集まって大会ですとかいうようなことをやるのは、まだまだかかるのかなって感じ。なるほど。って思うけどな、どうなんだろう。で、ベトナムも練習再開できてるし、結構ポロポロ戻っては来てるよね。あ、そうなんですね。そうそうそう。練習再開できてる、ね。そう。で、だそれってシンガポールとか韓国とかって日本より先にパンデミックが起きたところじゃん。だから先に収束したっていう感じで、だから日本はそれにちょっと2週間とか3週間遅れて、それが終わるみたいな感じになるんじゃないのかなっていう感じ、見込みだけどね。ただ練習が再開できるだけで、即大会っていうわけにもいかないと思うんだよね。でももうあれですもんね、九州の方もだいぶ落ち着いてきて、うん、なんか熊本の方、チャドルとかは7日から、まあ、一応再開みたいなことが書いてあるんですよ。そうそう、だって、首都圏じゃないもんね。新規感染者が出てないとかっていう。そうそうそう。ことなんで。群馬もそうなんでしょ？出てきたのかなって気がしますか、はい。群馬も新規感染者いないんでしょ？昨日はいなかったみたいですね。あ、ちょこちょこはまだいるんだ、新規が。います、います。結構、群馬多いっすよ。あ、ご新規さんいるんだ。ご新規さんっていうか、まあ、北関東で一番多いんじゃないですかね。あ、そうなんだ。まあ、ブラジル人は言うこと聞かなそうだもんね。え、なんか、いや、けど、アジア人は、その、抗体がどうのこうのって話になってるわけじゃん。ありましたね、そんな話も、ね。ブラジル人はそうじゃないんでしょ、わかんないけど。よくわかんない。ね、よくわかんないけどさ。あ、でも、あれじゃないですか。国内で生まれた赤ちゃんとかはやっぱ打たなきゃいけない義務あるんじゃないですかね。あ、そうなのかな。日本国籍、日本国籍になるのかな。はい。日本国籍になるのかな、みんな。あ、日本のレギュレーションとして？うん、レギュレーションとして。まあ、一応ね、学校とかも通うわけじゃないですか。うん、そうね。だから、そうなんじゃないかなっていう。
そうだから静岡も全然いないんだよね。あ、そうなんですか。全然いない。だからそう、だからやだからあれやっぱ東京愛知とかってやっぱその間が抜けてるっていうか、岐阜だったりなんだりだからちょっとそういうちょっとだってああいうところってやっぱ車移動だし、うん、基本そんなに接触しねえだろっていうのがまず一つあるみたいだけどね、うん、っていうのはなんか聞いてた。だから静岡とかももう開けるんじゃねえかなっていう話。やっぱ東京がずば抜けてやっぱ多いっすからね今。いやつうかだそれ人多ければその分だって分母がでかいからその分多いって感じなわけじゃん。まあ、もちろん絶対そこだよね、うん、東京って言ってるけど、まあでもそうっすね。まあでもニューヨークとかも相当なわけじゃないですか。そうだね。それに比べたらマシなのかなっていう感じはしないでもないですか。でやっぱロサンゼルスも結構ひどいけど、ニューヨークってやっぱ地下鉄じゃん。はい。あれでかいと思うよやっぱり。そう結構きついよね。きついっすね。まあロサンゼルスも要は車を持てない人たちはその、うん、あのローカルのメトロだったりバスだったりっていうのを使ったりするけど基本車じゃん。はいはいはい。っていうのもあんのかなってちょっと思うけどね。そのなんかニューヨークに比べると、うん、ロスって結構なんかこう人の分布もまばらのイメージあるんですけど、それでもそんなに増えるんだっていうのがありましたよね。うんうん。そうだからまあまあそれもだって要はノース ダコタ州がとか言わないわけじゃん、うん、ユタ州でパンデミックがみたいなのはないわけじゃん。やっぱ人口密度だよね、うん、そうっすね。ユタ州でパンデミックが起きましたとは聞かないもんねまあって思うけどどうなんだろうよ。あんまり下手なこと言えねえけどさ、いわゆる通勤電車に乗るだけくらいってかかるもんなんですかね。いや、わかんない。わかんないですよね、本当に。どういうレベルなのか、本当わかんない。で、けど街中はほら、ゴーストタウンだ、なんだかんだって言ったけど、やっぱ朝晩の通勤はあるわけだし。まあ、どうなんですか、僕も電車全然乗ってないですけど、うん、2週間くらい前に乗ったかな、1回。もうその時はもう全然人いなかったですけど、あ、本当。うんうん、車両の、うんうん、座席ってあそこにほんと1人か2人座ってるくらい。へえ。いやすごいなと思いましたけどね。やっぱ東京の人たちはそういう危機感を持って、まあ自分は移さないというか移されたくないっていうのがあって、やっぱそういうのも気にしてるのかなっていうのはあるのかもね。うん、逆にやっぱりその地元の方が混んでるみたいなのがやっぱり、地元の方が多いかなっていう気はしますね、うん、やっぱこの、まあ、それでもうちのあたりはそんなに多くはないですけどね。やっぱこのけどこのもう2ヶ月ね、3ヶ月弱でこんだけ充実離れて、うん、だ別にこれは日常になってきてもなんか大丈夫かなっていう気も してるし、ただブラジルブログ辛いけどね。ああ、ネタがないからね。辛いよ、もうもう思い出話、俺も思い出話とか嫌いなのよな。過去の栄光にすがるじゃないけど、いつまでもなんかどうなんだよみたいなのあるから、その嫌だけどやらざるを得ないというか。まあそうですね。けどまあそれもまあ、けどそうやって過去のことを引っ張り出してきてどうのこうのっていうのもやっぱなかなかないし。確かに。まあ部屋掃除もそうだし、まあこれはこれでいい機会になったのかなと思って、これでまた2ヶ月半辞めて道場戻って、今まで辞める前からいた人たちが全員戻るのか、それとも 2,3 人抜けちゃうのか、でさらにそこから新たな人たちが入会してくるのかどうか。ミューズなんてもともと少数精鋭だからあれだけど、普通の道場ってやっぱ新規の入会者はいたわけじゃん。そうですね、4月5月とかね、やっぱり。でそれがごっそり抜けたわけでしょ。要はシーズン特需があったわけじゃん、例年だったら。思いますけどね、うん、それがないっていうのはやっぱ大きいよね。そうっすね。けど休業してれば100万もらえるんでしょ、中小企業は。まあ多分店舗はまあ50万じゃないですか。
あ、50万なの？1店舗のところは確かで、2店舗以上だと100万だから最大100万がもらえて、さらに、うんうんうん、今度の、緊急事態宣言延長でさらにプラス最大100万。その最大っていうのはあれですよね、大体あれじゃないですか、うん、最大 15% ポイントがつくって言って最大なんかもらうの相当大変じゃないですか。あ、まあそういう、やっぱその認定のハードルもあるってことだよね。そうそう、実際どれくらいもらえんのよみたいなのありますよ、ね、やっぱそう、だからそうなるとやっぱりハードルは高いよね。うん、いやー、ほんとこれはね、しょうがないとはいえ、まあまあまあ、けども何もできないから、日々のことをやるしかない。もう思い出話を散々コラムみたいにして書くよ俺は。ないんだもん。まあまあないっすね。これから思い出話シリーズ始まりますよ本当に。いいんじゃないですか。でもそういうの見たい人も中にいますよ。そうだから、あの前に、あのあんまり、そう、アクセス数はあんま多くなかったけど、あのヘンド・グレーシーから呪術 T シャツを買った話を出したじゃん。はいはいはい。やっぱああいう昔のあの当時からプライドを見てたり呪術やってた人たちは面白かったって言うのよ。で今度ウゴから買ったルタリブレ T シャツのこと書こうと思ってんだけど、もう今の人ウゴを知らないでしょ。知らないでしょうね。ウゴ知らないし、ルタリブレ何みたいな。結局そういう風にしてパッて出した時に、あ、ルタリブレってのがあったんだ、あ、ルタと呪術ってのはそういう関係だったんだっていうところまで掘り起こせば面白いよね。まあそうですね。だそういう風に、そこから説明しなきゃいけないですからね。そう、けどそうやるとさ、手間かかってさ手間かかるんだよ。まあまあ確かに、それちょっと原稿料割り合わねえなってなるけどね。まあけど、まあこればっかりはしょうがないんで頑張りますけどもね。まあだけどこうやって東京が、東京とか首都圏の道場はやっぱクローズしてるわけじゃん。で他はまあ開き始めてるけど、でそれでちらほら7日からやるところも、あ、ほんと、うーん、なんかそうだ、結局だってそれでさ、まあ緊急事態宣言開けてからっていうのはまあそうだけど、それがさらに再延長したら、じゃあいつやりゃいいんだよみたいになるし。そうですね。いや、いつまで我慢すればいいんだよって、多分そろそろ みんな我慢、そう、ね、限界ではないし、そわそわしちゃうよね。うん、で、それが返金だ、特に経営者側はきついと思いますよね。返金だなんだになっちゃってんだったら冗談じゃねえよとなるわけだしね。で、オンラインクラスやってこれで勘弁してねっていうのも、それもね、受ける側からしたら何とも言えないわけだしさ、もやもやするよね。微妙ですよね、オンラインクラスとか、ね、あんなの見てやってんのかなと思うけどね。家の中でそのワニ歩きとかやる？やらない。やんないの？こんなのってやる？うわはっはっみたいな、やる？普通やんないけど、なんか締めの打ち込みですみたいなさ、なんかこんなぬいぐるみだみたいな、こんなのやってさ、やる？やんない。やんないよね。まああとね、もう動画 YouTube 見ればいいみたいなのってあるし、何もだってそのあなたがやらなくてもっといい人がやってるやついっぱいありますよってなってるわけじゃん。ぶっちゃけ、あ、今こんだけ無料で見れる中、うん、まあでもうちやってますよっていう形、まあそれで免罪符だよね。うちこれやってるから、とりあえず返金しないでもいいみたいな。で、それでまあ、いっかみたいになってる人たちが大多数なのかなと思う。それは返金した上でやってんじゃないですか。そっかんな。返金した上で、あ、じゃあそれはもう、会員つなぎ止めのための施策みたいになってるのかな。あ、じゃあそれで余計な手間かかってるだけじゃねえか、それ。いや、でも そういうふうにやっぱサービス提供してないと、そっぽ向かれちゃうっていう。けど、けど、まあそれで、お金取ってるよ、きっちりと。え、取った上で、そう。ってこと？そう。あ、そうなんだ。だから、あ、やっぱそうなんだと思ったもん。どうしても返金は嫌だみたいになってるみたいだから。マジですか？やっぱそう。一応取らないらしいっすよ。あ、ほんと。取らないで、なんか、とりあえず。いや、だけどこれで、その道場の、アティテュードが分かるというか、
あ、ここはこんだけ親身になってやってんだと、いや、ここはそんなにお金に対してシビアなんだっていうのは見えてくるよね。まあ確かに某道場はなんか3種類ぐらいオプションが選べるみたいですね、うん、あ、そうなんだ。完全返金と、うん、なんかそのオンラインクラスに入れるのと、うんうん、みたいな、なんかもう一つが何だかはちょっと忘れ、あ、休暇ができるのかな、うんうん、確かに、あ、そういうなんか3つに分けて、そのオプションが3つの中から選んでっていう風な感じでやってるって、ちょっとこの間聞きましたね。やっぱそう、そう、受ける側もだって結構そこシビアになっちゃうよね。で、それこそさ、あんだけ支部あるわけじゃん。はい。大丈夫って思うけどね。そうっすね。あ、やってるんですか、やってないんですか。わかんない。なんか勝手にやってそうなイメージがあるんですけど。けどほら、やっぱそれって柔術村ではないから、まあそっちはそっちの何かがあるのかもしれないけどね。そうっすよね。結構、そのゴールドジム倒産みたいに見て、やっぱりそれ、あってなったもんね。あーね、あれ一応日本は関係ないとか、関係ない関係ない、だってあの、ね、ゴールドジムはシンクっていう会社だもん。へえー、あ、そうなんだ。そう、だ別だ、シンクっていう会社がゴールドジムから要はライセンス受けてやってるみたいな。へえー、だからそのディズ、スターウォーズも今ルーカスフィルムじゃなくてディズニーじゃん、うん、ディズニーがやってるけど作ってんのはルーカスフィルムですみたいな、まあそういう感じかな。だからファイト&ライフは大丈夫かなってちょっと思うけどね。ああ、なるほど。日本のゴールドジムだってそんな、だって休んでるわけでしょ。うん、でもゴールドジム休むのも結構ね、ギリギリまででしたよね。うん、まだ1ヶ月も休んでないんじゃないですか。そうだ、だって茨城とかあっちの方のやつやってたんだもんね、この間までね。ねえ、でそこまで行って、全国の緊急事態宣言が広がるまで、そうそうそう、遠征してだって やりに行く人いるとか言ってたもんね。うん、まあそれはそれで、今回のコロナの件で思いましたけど、うん、まあほとんどの企業っていうか人たちっていうか、うん、そのやっぱり経営者って、うん、やっぱ自転車操業ってわけじゃないですけど、うん、やっぱ1ヶ月こう入ってこなくなるだけで結構やっぱ大ピンチなんですね、うん、やっぱそうでしょう。で俺もまあぶっちゃけ収入は減ってるわけじゃん。でそれが要は100万円が70万円になるのと20万円が16 14万になるのと違くない？全然違いますね。だから俺もともとの金額がそんなにでかくないっていうのが、そうそう、僕らみたいな、そう、使わない人間って家でやってる人間は全然、そう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 、だって俺のだって一食の飯なんて300円ぐらいでじゃん今、うん、焼きそば作ったりなんだりで、そんなんだって数百円でできちゃうもん、食って1日2食ぐらい食ってやってるわけでしょ。それはランニングコスト安いよな。まあそうですね。いやけど本当それ思った。本当店舗持って人雇ってるとこは大変だと思いますよね。本当それ思ったよ、うん、だってパスタ茹でてあのレトルトのミートソースかけたらだって150円ぐらいなわけでしょ一食、うん、で俺今食ってるよパックご飯にコンビーフラッキョウで250円ぐらいでしょ。ラッキョウ好きっすね。ラッキョウ好きですよ。あの大きいの買ったんで、レトルトのカレーとパックご飯とラッキョウ福神漬けは買ったのよ。で、ラッキョウは常に食べるじゃん。血がサラサラになるから。ラッキョウ好きなので。けど、福神漬けは普段からは食わないじゃん。まあ、福神漬けは普段食わない。けど、ラッキョウは食うじゃん。ちょこちょこ。うん、まあ僕、ラッキョウダメなんで。あ、そうなの？そうなんですよ。僕、ラッキョウとトマトだけがこう唯一食べられない。ラッキョウ大好きですから、俺は。ラッキョウ好きなので。だからそれが本当一食何百円なわけじゃん。まあそうっすね。それをだって1日2回食ったって1000円いかないわけでしょ。うん、まあ700円まあ800円として3杯2万4000円で終わるわけじゃん、うん、プラス家賃でしょ、うん、あとその他携帯だのインターネットだのケーブルテレビだのあとカメラのローンだのって払ってたらまあギリギリ生活できるかな今でもみたいな。まあそうっすね。これをしのいで3ヶ月しのげばどうにかなるかなみたいな、うん、わかんないけど。
まあちょっとけど、まあどうにかでミューズが再開すれば、またミューズの指導をやれば指導料も入ってくるだろうし、うん、またちょっと変わってくるかなっていうのはちょっと思いますけどね。まだまだコロナは長引きそうだという感じでしょうか。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、はい、岩崎正弘大阪へということで、だから大阪なんですね。そうだ、もう大阪関西よくわかんないんだけど、大阪なのか関西方面でしょ、大阪なのか神戸なのかわかんないけど、はい、兵庫なのかわかんないけど、だ岩崎は兵庫だよね、確か。確かもともと兵庫だって。そうそうそう、重戦火だもんね。あるんですけど、で、要はもうこの話題って結構前じゃん、もう結構1週間ぐらい前の話でしょこれ。けど今あのビジネスウェブもちょっとあの3割ダウンということで、あの毎週じゃなくなったので、10日に一遍配信になったのちょっと古い話になりますけども、はい、岩崎くんが、関西方面に行くと。だこれもだってこれがちょっと最近の中では大きいニュースだよね。そうですね、なんか充実の話としては、ね、そうそう、何にもなんかそういう動きなのなんでなかったらないじゃん基本。だそんな中でこれが出てきたっていうのはちょっと、だそれが、で、それが、まあ、いつ行くのかちょっとわかんないけど、で、これでまたちょっとカルペディエムで、ちょっと本当思う、前も話したと思うんだけど、カルペディエムって今、いろんな人が入ってるわけじゃん。だからその、もともと違った、そう、インストラクターとして、いろんな、はいはい、いろんな道場から入って、今、カルペディエムですみたいになってるわけじゃん。だそのだ昔のパラエストラ東京みたいに、あの本当パラエストラ東京第一世代の人たち、はいはい、中山拓実さんだったり吉岡弘明さんだったり合蔵さんだったり渡辺隆だったりで沢田誠だったりなんだりっていうような人たちがそこでずっと練習をしてて、地元に帰って自分の道場を出すみたいな、それがやっぱカルペディエムはあ、まあ、やった時にやっぱみんな道場いつか出すと思うんだけど、それの宣伝をつけたのがやっぱ岩崎くんかなって気はするよね。そうですね、そう、東京の道場所属で自分の実家というかホームタウンに戻って出すっていうのが、要は15年前とかのパラエストラ東京みたいな、それが現代に蘇ったみたいな。だからそれこそ今黒帯になってる人たち、ハイサムがガーナに出しますとか、トーマスがフランスに出しますとか、あと、まあ、うちはまさか千葉に出すとか、翔也が、岩田に出すとか、岩田じゃねえか、袋井か、袋井に出しますとか、で、なってくる、で、大柳くんが、仙台に出しますとか、橋本向きが徳島に出しますとかってなっていけば、もう本当に日本中にだって広がっていくよね。それの一つ目が岩崎くんなのかなっていう気はしちゃった。だって玉木くんだって今ロンドン行っちゃったけど、まあ、玉木くんはどこ出身か知らないけど、やっぱそういうふうに東京っていうか、要は三田、広、自由が丘、青山みたいな、要は東京のヘッドクォーター的なところから、自分のホームタウンに出す、まあ世良くんとか京都に出すとかでなっていったらもっと面白いかなと思うけどね。このだからカルペディエムのセカンドチャプターに行ったのかなっていう動きと俺は捉えたんだよね。なるほど。だから地方にこれからだね、カルペディエムってやっぱり東京が強いかもしれない。東京だったり岐阜だったりね、福岡だったりね、いろんなところにあるけど、東京の人が行ったわけじゃないじゃん。もともとそっちに行ったところがフランチャイズでありましたみたいな、要はそこに血縁関係はありませんみたいな、本当にもうのれんわけじゃないじゃんあれって。今まであったところが今日からカルペディエムになりましたみたいなっていうのかイメージなんだけどね、俺の中では。だからそこが初めて本部の人たちがもうあのやり方、要はヘッドクォーターの、要はグレシーバッハのヘッドクォーターだよね。ヘンゾ・グレイシーだったり、マチャドだったり、ソッカだったり、ドラクリーノだったり、みんながあそこにいてやってて、いろんなところに出していったわけじゃん。で、グレイシーバッハの層を築いたというか、第一世代90年代のグレイシーバッハの人たちが。
で、あれの日本版なのかな。まあそれをちょっとで15年前にやったのがパレスラ東京で、っていうのが今回のあれかなーっていう、俺は見てんだけどね。だからこれはすごいすごい楽しみな2つ目のあのセカンドチャプター第2章というか。だからあそこで、要は板前、前も言ってたけど、板前修行みたいにして、あそこでテクニックだったり、まあテクニックとか強さっていうのは、まあどこでも今できるけど、あそこの石川祐希の帝王学みたいなの立て込まれてるわけじゃん。あそこにいる人たちは。それがちゃんと地元なり何なりで、のれん分けをして出すっていうのが、本当のカルペディエムのイズムというかね。まあそこまで俺がカルペディエムの熱く語る必要もねえんだけどさ。なんですか。いやそうでしょう。空間じゃないですか。あ、まあ誰か連れてくのかね。わかんないですか。あの茶帯の方なんでしたっけ。誰？三田で やられて。竹浦君。竹浦。いやけど、いや、あの人関西じゃなかったですか。あ、そう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 。けど、あ、三重だったかな。けどそういう風に、あの要は三田動かした二人を全部抜いちゃったら、だって三田がやばいじゃん。だって岩崎君亡き後、宮、竹浦君が頑張ってそこを踏ん張らないといけないわけじゃん。だから二人いっぺんには抜けられないけど、だからそこで竹浦君が頑張って次黒帯になって誰かが入って、じゃあ竹浦君が抜けてって、その循環していくのかなーっていうふうに勝手に思ったんだけどね。うんうんうん。まあ とはいえ、なんかね、カルペディウム自体なんかスタッフがなんか割結構いそうな感じもしますけど、うん、どうなんでしょうかね。ね、そう、だからそう、だからけどそういうような一人抜けても大丈夫な余力じゃないのかもしれないけど、そういうようなあれがシステムあるのはすごいよね。一人抜けても全然揺るがないというか。だってあの三田抜けたとはいえ、だってまだ何人もいるでしょ。黒帯もいるし、黒帯色帯全然揃ってるもんね。梅村和樹いるでしょ、元パレスラ東京、あ、まあ、パレスラ小岩。だからちょっとそれが、まあ、まあ最近の中では目についたニュースかなって感じだから、岩瀬君には頑張っていただきたいと思います。はい、まあ俺もちょっと大阪方面はなかなか行く機会ないんですけども、できたらぜひぜひ行きたいと思います。はい、これを機に関西の人たちも仲良くしたいなと思っておりますので、これを機に分かりませんけども、はい、来んなって言われたらそれまた話ですけど、はい、そんな感じですね。じゃあ最後の話題です。はい、はい、橋本欣也、石川祐希のインスタライブに出演と、急に昨日決まりました。昨日の夜に、あの今やってるんですか。そうだ、石川さんのや、なんか自分のオフィスを作ったんだよね。なんか青山の、要は石川さんの会長室みたいなのがあったんだよ、6畳ぐらいので、そこに、はい、ミシンが置いてあったり、まあスタッフルームになってた、あと石川さんのデスクがあった、本棚があったり、洋服置いてあったりっていうところを、あの改装して女子更衣室にして、で自分はなんか近くのオンボロアパートじゃねえか、マンションかに自分のオフィスを作ったみたいな感じで、そっからなんか配信してるみたいなんだけど、そうだから今みんなインスタライブだなんだかんだってやってるじゃん。で、俺もやったことない、やったことないんだけど、石川さんがちょっとやってるのちょっと見たことあるんだけど、で誘われたから、あ、じゃあぜひぜひって感じで、まあ乗っかってやりますので、ぜひ見てください。リモさん、いやいつもの雑談でしょ。わかんないけど、なんかあんのかな、前もって打ち合わせとか。普通にたわいもない話して終わりなんじゃないかな。しかもだってこれってさ、要はあの視聴者が見てさ、あのコメント書かれ、それを対してなんかやるわけでしょ。だから金夜ボーイズの中でやってるじゃん、あれは。要は顔と名前が一致する、要は友達同士でやってるような、キャッキャッキャやってるのはいいじゃん、全然あんなのは。けどどこの誰だか分かんないやつらが多いが、ハシキンこの野郎みたいな感じで来たりするわけでしょ。いや分かんないけど、いやそんなわざわざ来ねえかもしんないけど、いやあれって何ですか、画面2分割でこう、そうできたりとかするんですか。インスタやってないか分かんないですけど、そう、あの上下でやるのよ。縦画面 2で、なんか要は今こういう風にビデオ通話でやってるみたいな感じで、それを第三者が見れて、
そこに対していろんなツッコミが入るわけよ。なるほど。そう、ユタ州バカにすんのとかそういうのが結構書かれたりするわけよ。いや、それもそのインスタのアカウント持ってないとダメなんですよ、ね、そう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 。なるほど。けどカルペディエムとは仲良くしてるから、カルペディエムの人たちから叩かれないと思うけどね。カルペディエムの人くらいしか、まあ、見ないんじゃないですか。うん、で、お前がカルペ、お前がカルペ面すんじゃねえよとか言われたらどうしようかと思ってるけどさ。結構そんなひどい人がいるんですか。いや、わかんないわかんない。わかんないよ。お前がカルペ面してんじゃねえよって なる可能性もあるじゃん。いや、確かにカルペじゃないですけど、みたいな。今日 T シャツ買ってますよ、毎回、みたいな。コルミューガシのあのパーカー着ちゃおうかなと思う。キムタクパーカー着ちゃおうかなと思うもん。持ってんだぞ俺っつって。持ってるんだ。うん、買ったよあれ。あの、あの時ブルテリアオープンのギャラをもらった時にちょうどいいタイミングで、あの疲労の倉庫から出てきましたみたいになって、で、でちょっと欲しいなと思って、で内山さんに連絡したらあるって言うから、でしかもあれは通販やんないでその場で、来ないとダメだっつってミューズ行く前に買いに行ったもん俺。もう結構必死になって買っちゃったよ。2万いくら。マジっすか。買いました。2万3000円だとか4000円したんじゃない。なんです、ね、いや、しかもあれ厚くて厚手なのよ。あ、まあまあそうでしょうね。で横がチャックになってるやつって、で着ると結構ゴワゴワして着れないんだよ。で、ちょっと白いじゃん。だからあんま、染みつけらんねえな、みたいな。だからあんまり、外出ても、食事しない日しか気に着ていけない、みたいな。ちょっとカレーとか、カレーうどんなんて絶対ダメだからね、あんなの。カレーうどんいいです、ね、一発で来るから、俺だとほら、帰りに富士そばとか行くじゃん、松屋とか。行くんですけど、まあ松屋はね。いやいや、いや、汁飛んだりするの困るじゃん。ダメダメっつって、だからまだ3回ぐらいしか来てないけど、まあそういうの持ってますから、ちょっとそういうの来てちょっとカルペディエムの人たちにコピー売るのかなってちょっと思ってますからね。日曜日、今度の日曜日のお昼の12時から。ああ、まだ今日とかじゃないですね。いや全然全然、日曜日のまあ30分ぐらいたわいもない話をしてちょっとコピー売っとこうかなと、そんな感じですね。じゃあぜひ、リモさんじゃあ見れないですね。見れないですね。ああ、じゃあ残念です。まあ、まあ、まあ、だけどあれ、1日ぐらいなんかアーカイブ残るみたいだから。あ、そうなんですね。そうそうそう。まあ、まあまあ、この前、いつもやってる BJJ ウェーブだの、キンヤボーイズのオンラインのあれの、要は番外編みたいな感じで、出張版みたいな感じで、ちょっと、まあ、お客様扱いで行くから、あんまり下手なこともできず。そんな感じでやりますので、そちらもぜひぜひ見てください。はい。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。はい。はい。で、まあ、今、5月のゴールデンウィーク、また1週間、10日後ぐらいに、また、この BJJ ウェブ撮りますので、そちらの方もお楽しみしてください。で、それが、その次ぐらいはもう、コロナ明けて、ああ、もう緊急事態宣言終わってるのかな？どうなのかな？どうですかね。まあ、今日何日でしたっけ？ 6 日。6日、10日後。16、その月26、ダメだな。まあ、まあ、5月いっぱいはこんな感じで。なんかね、東京はあれかもしれないですけど、なんか2週間後ぐらいから様子を見て徐々にね。うん、あ、そう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 。先送りしてね、うん、途中で切るって話もあるからね。うん、東京はダメだけど、千葉 OK って言ったら、だって橋渡れば俺千葉なんだからさ。市川、ね、そうだよ、もう橋渡れば内山さんだっているんだから。そっちで撮れますから。出張版を撮る可能性もなきにしもあらずです。はい。はい、そんな感じで終わりたいと思います。VCS プレゼンツ BJJ ウェブ、橋本喜也でした。森竹宏でした。はい。また次回、よろしくお願いします。